はい、どうもこんばんは。今日はですね、何日だ、2019年の2月の26日の夜中の2時26分ですね。こんばんは、よろしくお願いします。今日はね、ラジオ配信です。ね、相変わらずの不眠症をね、発症してますので、寝れるまでまったりお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあね、ケビー、相変わらずのタリーズコーヒーです。タリーズの缶コーヒーです。嘘だったのかな、支援金の300万、全然来ないね。釣られたのかな。まさか壮大に釣られたのかな。配信歴6年目またやられた。なんかね、1週間ぐらい前に和道の話を聞いて感動したから、映画の支援をしてやるよっていう人から電話かかってきたんだけど、来ないね。嘘だったのかな。めちゃめちゃ悔しいんだけど、なんかさ、300万の機材あったらあれ買おうこれ買おうって考えてたから、悲しいよね。もうさすがにね、1週間経ってダメだってことはダメだよね、多分ね。めっちゃ悔しいわ。だいたいおかしくない？だいたい。だってさ、なんだっけ、ふわっちに配信者さ、何千人もいるわけじゃん。ふわっちで配信をやってる人、多分何千人もいると思うの。で、その中で閲覧17位なわけでしょ？俺の閲覧、今リスワンランキング、プレミアムリスワンっていう1ヶ月間のトータル閲覧17位っていう風に表示されてるんだけど、ってことはさ、17番目に閲覧が多いっていうことは事実じゃん。数千人いる中のトップ17にいるわけでしょ。でも支援されてる金額は150位に入れてないっておかしくない？これなんで、誰かわかる？なんでこんなことになるんだろう。おかしいよね。トップ17位の閲覧があるっていうことは、トップ17位の売り上げがあるはずなんじゃないの？違うのかな。わあ、すげえ、ツバニは1位になってる。俺金梅さんが抜いたと思ってたら、やっぱ強えな、ツバニャ。閲覧すげえな、えぐい閲覧モンスターだね。プレミアムリスワン、リスワンプレミアムの1ヶ月間の順位が、1位ツバニャン241,396人、241,000人、金梅さんが235,000人、6,000差をつけてツバニャンが1位、6,000差で金梅さん2位。このまあ1位2位は全然わかるんだけど、近藤組長がすごいね、ブレイクしてるね。174,000人で、四季さんが16万人で、5位に関慎吾さんが15万人。まあいいね、慎吾さん5位。パルパルも強いね。パルが、147,000人。1ヶ月で147,000人見るってすげえよな。善一さんが11万人、愛子ちゃんが11万人、よっさんが94,000人で、94,000人で、あ、ちょっと待ってね、プレミアムリスワンで、どこにいる、愛子ちゃん、よっさん、ようぶいと、ワンワンが11位。ワンワン強いね、人気あるね。72,000人、朝比奈エミリちゃんが67,000人、
ゆいちゃんが13位、64,000人。おみやびくんすごいね、今月みやびくん53,000人、エルマルちゃん、パルパルの元カノだね、49,000人、ひどんなさん、この前コラボしたひどんなさんが48,000人で、我らが我々の我らが代表する我が和道監督39,800人。まあ1ヶ月でね、残りまあ5日間ぐらいで39,000人か。まあまあまあ1ヶ月4万人近く見てくれてる人がいるっていうのは救いだよね。うん、ういショルリンワドツ、お疲れ、元気、不眠症発動中だよ、不眠症発動中、寝れないからね、ラジオやってますよ僕は。寝れるまでお付き合いください。酒飲まない飲まない。あー酒ね、寝酒、酒飲んだわ今日、ごめん嘘ついた。でももう酔い冷めてるね。40万円する日本酒をねちょっと飲んでみた。日本酒飲めないけどやっぱ高いお酒はうまいね、高いお酒はうまいね。40万、引くよね、40万するお酒をね、日本酒を飲んでみたら、もうね一周回ってどんな味がするかっていうと、うんってワインっていうこれワインなんじゃないかなって思ったよね。もうなんかねフルーツみたいなのもうよく分かんなかったね、うん、いやすごいよね本当に。お米、おいしいお米で本物の職人さんが本物の日本酒を作るとワインのようなフルーティーな味になるっていうこと、よく分かんなかったからその後ずっとオレンジジュースをずっと飲んでたけどね、うん、オレンジジュースおいしいわと思ってそうそう貧乏舌だからね、あのオレンジジュースとかね、あの飲み慣れてるものを飲んだ方がいい、うん、まあまあということでね、まあ、300万円の報告はまあ釣られたということで、ちょっともうね1週間近く経つからね、これは諦めた方がいいかな、うん、諦めましょう潔く。男はね引き際も大事ですから、引き際も残念だけどね。なんか面白いことあった最近、みんなはどうですか、楽しんでますか。電話かけてきてまで釣りがあるってすごいよね、なかなか巧妙だよね。50万の機材、あああったね、もう忘れてたわ、そうだ、50万円分のレンズ3本あのアマゾンギフトに登録しててプレゼントであの映画に使うレンズ50万円分買ってもらったと思ったら届かなくて、何ヶ月か経ってあ釣りだなって気づいたけど、今思い出したわ、電話まで来てたよ。いやしかもなんなら30分ぐらい喋ったかな、3、40分喋って、いかにお前の話が良かったかとか、俺はお前のことを見損なってたみたいな熱いトークを交わして、なんかお前とお前のその過去の話、特にお母さんの話は感動したみたいな、今までのことをこう誤解をしていた、俺はまあ金持ってるしお前に夢を叶えてもらいたいみたいな、くっそ熱いトークを40分間聞かされた後、1週間経ってますね、うん、いやオフラインでね結構そういうことする人多いよ、話さないだけで。俺ねほらあの LINE ふわっちにさ俺のね電話かけたりメッセージを送れる LINE を公開してるんだけど、プライベートの時間、配信中に電話かけるのはいいんだけど、ファンレターとかのいいんだけど、
なんか変な「おはよう」とかさ「やめてね」って言ってるじゃん普段放送で。で今日もなんかね、びっくりしたんだけど「いや私誰々っていうリスナーなんです」って、で「LINE 登録しましてよろしくお願いします」みたいな。まあまあいいじゃん。で俺は別に「ああそうなんだ」と思って「ありがとね」って送ったの。でその10分後ピコンって LINE が鳴ったのね、配信外で。なんだろうと思ったら「LINE ディズニーつむつむやりませんか?」ってそのリスナーから送られてきてイラッとしたよね、うん、ふざけんなと思って。もう毎日10件ぐらいさこう LINE つむつむが来るからもう嫌なんだよね本当に。ディズニーつむつむ、うん、超めんどくさいよもう。あれネズミ講でしょ、ネズミ講、うん、なんか知り合いのさ知り合いにさこう無料ポイントが欲しくて、何なんだろうなあれ LINE つむつむってよくわかんないよね、うん、ブロックしようかなって一瞬よぎったけど、まあ放置、もうあんまりすごかったらブロックするわ。やらねえよ LINE つむつむ。信じるでしょそんだけ熱い電話されたら。まいったね、騙されちゃったよ。まいったね、貧乏生活まっしぐらだよ。やばいよな本当に。もうやばいよ、閲覧17位でマンスリーランキング150位にも入らないぐらいの、なんだろう、人気なさすぎる問題。とことん人気ねえな。好感度が低いのかな、何なんだろう、嫌われてんのかな。なんかだからなんだろう、びっくりするよね。なんかこの人こんな稼いでるのみたいな、この人こんな稼いでんのみたいなさ、なんでこの人がこんな100万200万稼いでんだろうって人いっぱいいるからね。あれ不思議だよな本当に。あー久しぶり、ね、すげえよな、なんか魅力があるんだろうね、100万200万貢ぎたくなる。恋愛ベースなのかな、恋愛ベースなのかな。でもさ、なんか好きになった人にお金を貢ぎたいっていう感覚がわからないんだよね。何なんだろう、なんか能力欠陥なのかな。好きな人に貢ぎたいっていう願望ってあります？皆さんよくわかんないんだよな。女の人が特にそうなのかな、関係ないか、女の人で稼いでる人もいるから。何なんだろうね、恋心がお金に変わるっていうのはよくわかんねえな俺全然。いいものが売れるんじゃないんだ、売れたからいいもの、それってイコールじゃないの、いいものが売れるんじゃなくて売れたからいいものと、ああ違うか、結果稼いだやつが勝ちみたいな話か。ああなるほど、稼いだやつが正義理論ね。うん、まあまあ市場原理からするとそういうことだよな。まあそういうことだよな。男性は貢ぐっていう表現あまりしないだけで、基本嫁子供自分の稼ぎで養う。ほう、哲学的だね。あ確かに言われてみたらそうだね、確かに確かに。貢ぐっていう言い方の問題であって、
そうだよね、生活費を嫁とか子供に使ってるわけだから、愛情があるものにお金を払う。ああ、頭いいな。ああ、すげえ。初めてなんか説得されたかな。その恋愛とお金がつながらないってずっと思ってたけど、あ、それは理解できるな。ああ、なるほどね。言い方が違うだけで結果そうしてるじゃんっていう。あ、頭いいね。すげえな。要は歌唱力が芸術性より乃木坂46が売れる。うん、確かにね、確かにね、いいものが売れるわけじゃない、売れたものがいいもの。いくらいいものといっても売れなければ意味がない。いや、俺がね、引っかかる悩んでる点っていうかさ、引っかかってる点相談していい？あの、俺がプレミアムリスワンとかが県外だったら、その言葉を素直に納得できるっつうか、多分俺受け入れられると思うの。それが俺のニコ生時代だったのよ。なんかこう閲覧、同時閲覧今82人見てるわけでしょ。だけど昔は10人とか20人だったわけですよ。で、10人とか20人しか見てないから稼ぎが少ないよね、わかるわかる、だったの。でもふわっちっていうサイトの中には何千人、下手したら1万人ぐらいの配信者がいるわけじゃん。で、その中のトップ17位に入っていて、要はそのなんていうの、見る人はふわっちの中では17番目に多い配信者だっていうのはもう事実じゃん。だけどそれでまあ30位とかならわかるよ、売り上げの方が倍少ないみたいな、あ、まあ人気ねえなみたいな。で、17位の閲覧だったら、17位の売り上げがあったらまあ普通だっていう感じの。だけど150 はい、ごめん、目から汗が出てきた。なんだろう、ごめんね、ちょっと待って。俺見てる人は、見てる人の人数の多さってトップから17番目なんだよ。で、売り上げが105、あ、目からよだれが出てきた、ごめんね。わかる？これ、そのそこがなんか俺の中ですごく納得が、その腑に落ちない。なんだろうこれ。営業利益10億ね、例えばね、営業利益10億、純利益200円とかびっくりするじゃん、わかる？えってなるじゃん。いや、そう俺が冷やかしの客が多いっていうことなんだけど、例えばさ、あの社長と社長があって、お宅の会社どれくらい去年売り上げたんですかって、あ、15億だね、わあすごい儲かってますねって、相当儲かってますねって、いや儲かってないんすよって、いや儲かってるでしょ、15億売り上げてんでしょって、いや純利益200円なんですよみたいなどういう経営されてるんですかみたいな、いや分かんないんすよみたいな、なんでこうなってんすかねみたいな、いやーきついよね本当。監督は売り上げの残り2割の8割の顧客を集めてる。売り上げの残り2割の8割の顧客って何の話してんだ、初見です、ありがとう、そうそう、釣られた、壮大に釣られた、まあいつものやつだね。コストダウンって何なんだろうね、配信にとってのコストダウンって何なんだろう、コストダウンしろっていう、何が足りないんだろうな今の自分に。何かが圧倒的にうまくいってないんだよ。で、閲覧が17位っていうことは何かはうまくいってるんだよ。
ただバランスが極端に悪いというか、太い客がいない、太い客、いないね、いないね、確かにすげえフラットだね。コツコツ投げてくれる人が20人とは言わないか、15人から20人ぐらいかな。コツコツ投げてくれる人が15人から20人いて、その人たちのおかげで生きていけてるって感じだね。うん、確かに。何、不渡客がいるいない問題ではないの？どこに問題があるんだろう。なんかね、もう一つ、なんかもう一個何か、なんか些細なきっかけで変わるんじゃねえかと思ってるんだけどね。あと惜しいところまで来てる気はするんだよね。ギリギリ、なんか紙一重というか、わかんない、俺が勝手にそう思ってるだけなのかもしれないけど、うん、いろいろ考えようよ、ちょっと模索しよう。だってさ、20分喋ってもう100人集まってて、この20分間に300人出入りして、今100人見てくれてるわけじゃん。でしょ？ってことはそんなに配信的には悪くないはずなんだよ、おそらく。100人とどめる力はあるんだよ。そう、何かが足りないんだけど、その何かが分かってないんだよ、うん、この2年間3年間この何かを気づいた時に俺は変わるんだよ多分。何なんだろう、自分のことは客観的に見れねえかな、なかなかね。人のことはね、いくらでも見えるんだけど、分析したりとか難しいよな、特殊っていうかね、特殊だと思う。オラオラ感特殊だね、確かに。なんか分かりやすさはないのかもしれないよね、俺の枠は。分かりづらい気はするよね。なんかどういうふうにフォローしていいっていうか、どういうふうに楽しんだらいいのか、分かりづらさはあるよね、確かに。いや、リスナーに聞いてみれば、アイテムなんでくれないのか。じゃあ聞いてみていいですか、みんな答えてくれんの、聞いたら。じゃあ皆さんに質問です、正直に答えていただけると嬉しいです。え、なんでアイテムくんないの答えて。ふてぶてしさがなくなったか、なくなったとか、ほうほう、オラオラ感がなくなった、なんか優しくなっちゃった、うんうん、オラオラしてほしいの、ふてぶてしく生きてほしいの、うん、何なんだろうね。多分ね、あんまり理由とかないんだと思うんだよね。空気感みたいなものだと思ってて、なんかそういう、なんだろう、空気、うん、個人的に牙がなくなった気がする。牙、うん、ジャズバーとかスナックみたいに居座り方がわからない。あ、確かにね、キャバクラとかってすげえわかりやすいシステムだもんね。吉野家とかね、確かに。ジャズバーってどういう風に楽しんだらいいかわかんないね。300万まだもらえてない、嘘だったのかな。騙されちゃったのかな俺。どうなんだろう、悲しいね。ジャズバーね、うん、課金した際のメリットが明示していないから。おー、課金した際のメリット他の人って提示してるか。ああ、予算で言うところの花火何発で何々しますか。花火何発で何々しますって言うよね。うん。ワドタンっぽい。
沼感がなくなった、監督だから仕方ない、あがむしゃら感がなくなった、俺めちゃめちゃがむしゃらだけどね、感がなくなってるのは分かる気がするけど、いや今余裕めちゃめちゃないよ。あのね違うんだよね多分ね、なんていうのかな、あアイテム逆にいりませんってタイトルでやるっていうね、欲しがるからもらえない理論、嫌がったらもらえるみたいな七原くん理論かな。なるほどね、うん、余裕見せてるつもりないんだけど、年を取ったっていうのはあるかもしれないね、年を取ったなっていうか丸くはなったよね、まあよく言われるけど丸くなったと思うね。いや俺ね、もともとリスナー目線は理解してない配信者だね、もともと理解あんまりしてないね、欠点ではあるとは思ってるけど、そうなんだよね、結局さ人気商売とか全般に言えることなんだけど、水商売、配信者、まあ、芸能人芸人さんとかタレントさんとか歌手とか全般に言えることなんだけど、そのイメージってすげえ大事じゃん、ていうかもうイメージが全てなんだよね実は。配信会とかもどういうキャラ位置にいるのか、どういうそのなんだろうイメージがついてるのかって実はすげえ全てだよね。何を語ってるかじゃなくてどういうイメージ戦略をしてるのかみたいなことって大事だなと思うね。で自分がどう見られてるのかとかってすごい分かんないよ、極端な話をすると、うん、全然理解されない、理解できないね、自分を客観視することの難しさっていうのがここ最近ずっと感じてることかな、うん、飛んでるやつはみんな動物的じゃない、理屈で語る配信のあなたに投げたい衝動が分かんない、あのねそれ分かる、配信の肉さんね、あのね俺はね仏がかるより神がかれっていう言葉をどっかで読んだので、俺どちらかっていうと神がかってるより仏がかっちゃってるなと思って反省した。だから動物的っていうかね、感情的なんだよね。でノリとテンションがいいんだよ、飛んでるところってノリとテンションがいい、うん、論理的な話題になりがちなのでホイホイコメントしづらい、コメントするにも敷居が高く感じる。まあでもまあそうだね理屈っぽいよね平たく言うと理屈っぽいよね、うん、でもな性格だからな、でも多分なんだけど、多分だよ理屈っぽさがなくなったら多分ねここにいる人ほとんどいなくなると思うよ俺の予想。客層はガラッと変わって、今抱えてるっていうか今好きだって言ってくれてる人は多分ほぼいなくなると思う、ほぼ、うん、他に流れていくだろうね、うん、まあでもまあ売り上げが上がってなくて売り上げ上げるってことは客層を変えるっていうことだから、まあ正解に かなり近いんだろうね、うん、金を儲けたいんだったらね、うん、単純に金を求めるんだったらこの性格を変えるしかないよね。悪いやつになれと名言だね。配信終了間際の和道さんの楽しかったってリスナーさんはアイテムお願いしますって、あともアイテム上がらなくなりましたよね。
痛いとこつくね。うん、理屈で稼ぐには投げ銭は不向き、間違いない。岡田斗司夫みたいに番組課金とかに移行するべきだね。岡田斗司夫さんとかひろゆきさんとかは理想なんだけど、生主やってて岡田斗司夫さんひろゆきさん理想なんだけど、あくまであの岡田斗司夫さんとひろゆきさんは知名度と実績があるっていうのが担保になってるんだよね。岡田斗司夫さんだったらガイナックスを経営してたと、まあ、大根フィルムとかやってたと、まあ、大学教授もやってるから、でオタクのキングだから、オタク、まあ要は映画評論、漫画評論、ね、アニメ評論ができるっていう、それを学術的にできるっていうところが売りでしょ。でひろゆきさんはやっぱ2チャンネルの創設者であって、そのインターネット、まあイメージと実績が噛み合ってるって感じだろうな。で俺がやりたい方向性は、俺は実績が足りないっていう部分がでかいんだろうな、うん、多分ね。だから今のスタイルで何かをやっていくんだったら、何か圧倒的な実績が必要なんだろうね、うん、あ、俺も多分 DJ さんとコラボすることは多分一生ないだろうね、うん、うん、俺もね多分 DJ さんとコラボすることは一生ないと思う。丸見えさんありがとう。バカが見づらい和道さんの放送でアイテムバンバン投げるやつってバカなんですよ。あのね、やっと来た、俺が言いたかったこと。俺が言いたくて言いたくてしょうがなかったけど、心優しい和道が、あの誰かを傷つけたくないという仏の精神で言わなかったことを、リスナーのシトルリンちゃんが言ってくれたんで、もう一回読み上げますね。これはあくまでシトルリンちゃんの見解ですっていうね、あの後ろ盾を手に入れたんで、シトルリンちゃん、バカが見づらいんですよ和道さんの放送で、アイテムバンバン投げるやつってバカなんですよ。あ、すっきりした、寝れるな今日は。炎上とかは効率が最も良いと堀山が言ってました、参考にどうぞ。ああ、まあそれは当たってるだろうね、うん、炎上は効率がいいっていうかコスパがいいって考え方だろうな多分。あのうまく使えるようになると、それはまあ炎上系配信者がうまくやってるよね。じゃあ今度マンスリーランキングの中でこいつが稼いでるのが納得できると納得できないっていうさのをさ、下から読み上げていってもいいですか。今度俺より稼いでるやつらを俺が納得できるか納得できないか下から読み上げていってもいいですか。ちょっとで150位からいきますね。150位みやびくん43万円。まあいいでしょ。ただまあ俺より稼いでるのはちょっとなっていうのがある。でくるちゃん149位、45万円、44万円、まあこの可愛い。トムソーヤ池上45万円、まあまあいいでしょう。でケビン知らない、メグ知らない、タカカジノ知らない、スイマ知らない、ソレイケカリスマさん、カリちゃんね47、まあいいでしょう。マリン知らない、原田さん47万円、ちょっと稼ぎすぎ。35万ぐらいだったら納得できる。チョロエさん知らない、マイカさん知らない、てっちゃんマン知らない、花バーバー知らない、マイさん知らない、リナさん知らない、パンコさん、まあわかる、50万円稼いでるね。秋山さん知らない、なんとさん知らない、リンネ知らない、満喫を50万知らない、オカマイマイ50万知らない、ミータン、メンヘラミータン知らない、ミズキーヌン知らない、金閣寺まったり知らない、ヒナ知らない、桃井八55万、まあまあわかるかな。
シャンコさん知らない、アムチン57万、まあアムチンはいいでしょ、イヒョン知らない、総裁知らない、マイピマル知ら、ミーピマル知らない、アヤト知らない、リュウガッチ知らない、ワンワン58万円、これは納得できる。ヨルガミカルマさん知らない、団長さん、まあこの人はねいいでしょ、クルアさん知らない、ナゲポヨ、あ、まあナゲポヨちゃんはいいんじゃない、60万稼いで、ユイちゃん60万稼いでる、今いいでしょ、部長山田バカでしょこんなのに投げてんの、アオちゃん知らない、お花さん知らない、レンさん知らない、分かった、もう100位に行かなくても誰っていう感じじゃんもうさ、誰っていうレベルのやつらがみんなも誰でしょ、えみたいな、 この誰に負けてるんだぜ俺、泣けてくるよね本当に、悲しいわ悲しいわ、まあまあいい、いっか、なんかね YouTube のなんか設定で有料動画っていう設定があったから、それすごいいい仕組みだなと思ったんだけど、あの通常放送は無料で過去放送を見るのに100円払うとか、そういう仕組みでやりたいなと思って YouTube 頑張ってたんだけど、その機能なくなっちゃったんだよね。だからまあ通常の生放送タダで見て、で過去放送見たかったら100円払ってみたいな、そういうねなんかうまい仕組みでやりたかったんだけどね、難しかった。まあ多分うまくいかないんだろうね、 YouTube が撤退したっていうことはダメなんだろうな、うん、いやすごいね、100万ポイント近くあるもんね、いやバブルでしょ、ふわっちまた経営成功でしょ、お金ばらまいたの成功してるよ、俺は今回ふわっち頑張ってると思うよ、去年まではもう終わるなと思ってたけど結構息吹き返してきたね、いい感じだよね、経営者さんも頭ひねってる、この経営判断はなかなかできないよね、すごいと思うよ、優秀だよね、これね3ヶ月に1回とかやりゃいいんだよ、バン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 ばらまきゃいいんだよ、これはいいやり方だと思うよ、そう閲覧持ってる人に競わせるっていう、で金を運営がばらまくっていう、だったら閲覧稼いで収入得ようって頑張るもんね、固定のリスナーつけてね、これは素晴らしい仕組みだと僕は思ってますね、慎吾さんはすごい、もう慎吾さんぶっちゃけさ月100万とか毎月稼いでたのに、いまだに花火飛んだ時のリアクションがすごいもん、あれはプロだよね、本当に心の底から喜んでるっていうか、あの100万円稼いでるのに500円にあんだけ喜べる人ってね、すごいなと思う、俺もね慎吾さんの放送見ててね、やっぱねピュアなんだこの人と思うよ、すげえなーって、うん、投げたくなるもんね、いいよね、ああそうなんだ、カミングアウトしたんだ、 R さんと散髪やったとか、うーんすげえな、訴えられてもおかしくないもんね、さらけ出してるなあ、スンゴは、まあまあ慎吾さんは俺はめちゃくちゃ面白い人だと思ってるし、
慎吾さんめっちゃ好きだから、慎吾さんが稼いでるのは全然納得できるんだよね。いや、当たり前でしょみたいな。なんか慎吾さんは100万200万稼いでいい人でしょ。大好きだよ。慎吾さんとか金梅さんが稼いでて嫉妬するっていう感覚にならないもんね。よっさんとか金梅さんとか慎吾さんとかいいんじゃんみたいな。だって実力あるもんね。面白いもんね。むしろなんか100万とか200万とかじゃ収まらないこう価値を作ってる人だと思うね。え、何ギャラ制だったのあれ。お小遣いも渡してんだ、すげえな。 R さん5万受け取ってんだ。あ、いい金づるじゃん、すげえな。まあまあ好きだったんだろうね。好きな女に貢ぐって感じだろうね。いいね。何言ってんの？俺はすごいよ。それはあなたが最近花火投げてないから知らないだけで、俺のリアクション、最近の花火の時のリアクションマジかよっていうぐらいすごいよ。最近投げてないから分かんないんだよ。もう見てないから分かんないんだよ。最近の和道は花火リアクションすごいよ。えぐいよ。感動するよ。涙が止まらないよ。ファンキーモンキーベイビーズだよ。まるで。そのネタ飽きた、誰に競争意識とかライバル意識あるの？ランハゲないね。ランハゲさんにライバル意識は。マジな話、俺ライバルだと思ってんの、あのマイケル・ジャクソンだね。マジな話をすると、ジョン・レノンとマイケル・ジャクソンとスティーブ・ジョブズとか、なんだろう、岡本太郎とかと心、向こうも多分意識してるんじゃないかなって、思ってるよ。ツイキャスやってますね、はい、やってますやってます。なんだろうね、家入一馬と俺嫌いなんだよ俺あいつ。あのでもジャンル的には同系統だよね。わかるわかるわかる。あのね、あのわかるよ、言いたいことはわかる。わかる、言いたいことはすげえわかる。家入一馬まあ頑張れとか言って、ライバル意識配信者にないな、正直言うと。正直言うとない。あ、でもね、ライバル意識とは違うんだけど、いい生き方してんなと思うのは便所さんだね。すごくその楽しそうだなこの人の生き方っていうのはあるね。それね、なんか配信者としてじゃなくて、あ、いいライフスタイル手に入れてるなって人としてね、ちょっとね羨ましいのは便所さんだね。なんか、あ、いいなっていう、それはあるかもしんないね。でもなんか配信スタイルとか全然違うかな、便所さんと俺は。あんまりね、配信的にこう悔しいみたいになるのはあんまねえな、正直。
いや、なんかね、なんか違う、あのね、そういう感じの競争意識じゃなくて、だから時給1000、最低賃金を時給1500円に変えろみたいな。わかる？なんとなく。同期は橋本くんとかだね。ハートありがとう。なんつうんだろう、そのなんかもっと見えない何かのモヤモヤみたいな、個人に怒ってるわけじゃなくて、世の中の法則とか世の中の不条理に対して怒ってるってわかる？なんとなく。あ、そうだね、バカ向けの放送にはしないとね。知能指数を多分20ぐらい落とさないと稼げないだろうね。あ、もう語っちゃった、ごめんね。嘘だったんじゃないかなっていうところで結論はついたね。多分釣りだったんじゃないかなって、釣られたっぽいね。1週間経ってもね、爆投げの花火来ないってことは釣られたんでしょう。それ以外ない。花火一発ももらってないよ、その人から。泣けるでしょ。40分ぐらい電話したのに。悲しいよね、本当。何だったんだろう、あの40分間は。さすがに1週間来ないってことはもう嘘だったんでしょ。また振り出しに戻ったね。バカ向けの放送、豚箱にいて連絡がつかないのかな、悪いお金だったのかもね。わかんないけど。なんか数配信者とコラボする権利とか売ったらニーズあるかな。要はさ、数配信者が閲覧が欲しいかもしれないじゃん。でお金持ってるわけじゃん。だったらもうどんな数配信者でも、なんだろう、2時間コラボいくらとかやったら需要あんのかな。それで稼げるんだったらね、全然ありだよね。エロボイス立体音響配信、あれね、立体音響やったんだよ、この前の配信で。オールフレーム、あれね、あれだよ、あのスピーカーじゃなくてマイクか、あのマイク50万だよ、立体音響。一回やったよ。一回やった。でもあれは俺の機材じゃないから無理だね。50万投資してこけたらね、アホみたいだよね、本当に。残るのは借金だけでしたみたいなね。そもそも借金組めねえし俺。需要あんのかな、どうなんだろう。まあ俺は配信できてね、そこそこ食ってければいいっていう感じだから、なんかね、こううまいことね、生き残る手段は作っていかないとなとは思ってるけど。まあそうだね、一定の需要はあるよね。わかるわかる。なんか悶々としたお姉さんたちのたまり場みたいなのあるよね。わかるよ、すごく。エロボイスね。丈夫
ブログみたいに企画立ててやるのは。ジョーブログって何？アメリカ行きますみたいな。おじさんリスナーは全員離れるだろうね。でもそういうことでしょ。おじさんリスナー、おじさんに需要があってもおじさんは、俺もおじさんじゃん。おじさんはおじさんに金投げないよね。よくよく考えたらね。そう思わない。だからおじさんを集めたら失敗するっていうことでしょ。お姉ちゃんを集めないといけないんだよ。お姉ちゃんを。花火師を対象に枠を取ろう。そうだね。どういう人が投げるのか考えて、もうそこにだけ特化する配信みたいなことをやればいいんだろうな。多分投げない人を自然とこう、なんて言うんだろう、遠ざけていくっていうか。多分そういうことだよね。ワドさん寝れないよっていう ババアを集めよう。ワドタン今日も寝れないっていうコメントを書くババアを集めよう。でおっさんを捨てていこう。おっさんを、うん、おばさんキラーなんだから適当にロマン語ってれば余裕。まあどうなんだろうね。それはもう寂しい風俗嬢が一番でしょ。若リスナーみたいな。ああ。でも風俗で稼いで配信で寂しいからアイテム爆投げってすごいよね。なんかなんだろう、結局手元にお金が残らない仕組みってすごいよな。まあわかんないけどね、その若のリスナーが本当に風俗嬢なのか問題っていうのがあるよね。まあでも若のリスナーがおっさんではないっていうことだけは確かだよね。若とかクラインとかを見てるリスナーがおっさんなわけがないもんね。うん、同じクラス内で循環する。うん、まあ圧倒的に、まあ、まあまあ自分が変わらないとダメだろうな。自分が変わらないと、今自分が抱えているそのお客さんというかリスナーさんの層とどう向き合っていくか。ワドタン寝れないよ。花火ありがとう。分かんなかった。答えが出なかったから頑張ってみたけど、今のは正解なのかな。ダメだった、うん、ありがとう芸能人さん、うん、渾身の花火ありがとうやってみたけど、こんなことやってるからダメなんだって。こんなことばっかりやってるから花火が上がらないんだって。悪い癖出てるね。悪い癖が。俺だから貧乏に向かってるとしか思えないもんね。あの自己犠牲の精神ですよ。自己犠牲の、うん、DM でロマン、ロマン解けばいい、ささやけばいいか。DM で何、なんてささやけばいいの。ちゃんまんの真似ね、あれ喉すげえ痛くなるんだよね。佐野の声真似するとね、次の日ね喉が荒れてて、あのすごいダメージがあるんだよね。だから風邪ひいてる時とかウナのモノマネできないんだよね。いやどうなの、そういえば青山なんかウナちゃんまんじゃねえや、テルちゃんぴんってさ、あの家引き取
達があの家賃払えなくなって引っ越すらしいよね確か、うん、お前の花火で一本のバラを買ってみたんだみたいな何それどういうこと、だからもうおっさんのセンスなんだってもうアドバイスもおっさんなんだよ、もうとにかくおっさんなんだってこの枠は。すごい、ね、なんか携帯スマートフォンから加齢臭がすごい、もう加齢臭がすごい本当に匂ってくるよ本当に、おじいちゃんの匂いがするよ。カレーじゃないよ、カレー臭だよ、カレー臭、どんな展開だよそれ。やだ、ワドさんに一本のバラじゃ貧相、100発花火投げるから花束にしてって意味が分かんない。あ、少女漫画を読むっていうのはいいかもしれないよね。少女漫画を読んだら少女の気持ちが分かるようになるわけだから、あの少女漫画を読んで乙女心を理解するっていう、あのね、俺ホスでやってたことあるんだよ。で面白いのがこれ本当の話なんだけど、ホストやったことあんの一回、17だか18だか年ごまかして入ったんだけど、やったことあんの半年間で。結果知りたいね、ホスト時代の月収が35万とかの超微妙じゃん35万なんだけど、その内訳がすごいんだよ。どんな結果になったと思う？半年後35万稼いで辞めたんだけど、なんでそうなったのかって、いやすごいじゃんっていうのが面白いんだけど、あのね、オーナーに気に入られて支配人になったの俺で、支配人の基本給が30万で、ホストの売り上げの歩合の部分が5万だったの。お前さって内勤やれよみたいな、っていうかお前店長やるって言われて、いや店長無理っすよって言って、いやお前内勤向いてるから、お前気に入ったからじゃあ支配人やれっつって店長の上にさせられて、で店長200万稼いでんの、現役バリバリのナンバーワンが。でずっとカウンターバーにいて、内勤回して鍵開けて朝掃除して、ダムとか第一交渉とかと連絡取り合って、でなんか店の売り上げの管理とかしたりとかして、何やってんだ俺みたいな。そう、結局おっさんに気に入られてるんだよ。そうそうそう、お前なんかあれだなみたいな、いいなみたいな。そう、おっさんに気に入られる運命なんだ。ヘルプばっかりやってた、うん、高校行ってない俺、うん、高校行ってない、行ってない。周りからの嫉妬とかなかった。それがそのホストのやつらにも気に入られてるから、その嫉妬とかじゃないのよ。だって俺より稼いでないんだよ。そう、だから基本給分は働いてるから、その30万投げる分は。だって朝一番に鍵持ってて、鍵で掃除してね、売上伝票つけてくれて、酔っ払ってるやつの介護をして、トイレで入ってる間30分ヘルプについたりとか、回したりとか、シャンパン誘導したりとか、そうそう、そういう感じなんだよね。そうね、あー向いてねえわーと思ってやめたけど、そう、おっさんから気に入られる運命なんだろうね多分ね、うん、でもまあ水商売は向いてないよね。やっぱりね、あのナンバーワンになる子はノリがいい子だったね、うん、ノリが良くてテンション高くてイケメンだった。
違う、自分のシャンパンじゃないからだから引き立て役みたいなのが好きなんだろうね、得意なんだろうね。自分のシャンパンを自分の枠で自枠で上がるんじゃなくて他枠でシャンパン上げるみたいなのがうまい。50代の女の人っていうかあれだよ、40代の女の人すごい多いよ俺の配信は。40代の女性すごく多いね、うん、あのね若い女の子来ないんだよね。で若い女の子が来ないっていうことは50歳の風俗嬢なんていないじゃん50歳で水商売ナンバーワンとかいないじゃん。いや配信の肉今言ってるそういうことでしょ、わかる。50代とか40代の女性ってもう結婚してるんだよ、主婦なんだよ、子供いるんだよ、うん、お小遣い制なんだよ旦那さんからの。だって女性で40代で経営者やってるとかないでしょ。そう財布の紐固いそうなんだよ俺が抱えてる層。だから本当に今いる層ってその主婦に囲われてる40代30後半から50代ぐらいの女性とあと同じ年齢のおっさんで、おっさんはおっさんにお金投げないでしょ。で主婦も本当に好きなんだけど俺の配信を、お小遣い制だし暇つぶしでそもそも見てるわけだから好きだとしてもそこに金使うそうじゃないんだよ。だから金を使わないターゲット層を100人以上集めるっていうこのなんてクリティカルな放送をやってるんだろうっていう恋愛感情が全くないおっさんと恋愛感情のないおばさん、純粋に配信を楽しんでくれるリスナーを集めた結果、だからトークが楽しいわけじゃん、トークが好きなわけじゃん俺も。だから純粋にトーク聞いてくれてるんだよ。だからそういう意味ではね、客層はいいんだよめちゃめちゃ皮肉なことに、うん、ね正直そうだと思うよ。投げてくれてるその20人とかは本当になけなしのお金を俺に投げてくれてるそうなんだよ。だから本当にファンなの、本当にファン。いやめちゃめちゃこの人たちのおかげで食えてるからね、そう。ミュウツーっていくら稼いでんだろうね。いやだってさ毎日毎日10時間ある程度安定したトーク力で暇を潰してくれてお金がかからないって有料放送でしょ、うん、だからプレッシャーかけないもん俺。だって営業電話も来ない、営業メールも来ない、花火投げてっていうプレッシャーが一切ゼロで、そこそこ聞けるでいつもやってくれてる。だからね全部やっちゃいけないことをやってるんだよ平たく言ったら。ある意味才能がないのかもしれないよね、ある意味。配信にトーク力とかいらないと思うもんね俺。だからね単純にやっぱりねこのスタイル貫くなら しっかりしたねスポンサーさんとかをつけていかないと難しいだろうね、うん、しっかり実績を残して細く長くやっていくしかないよね、細く長く。まあ、楽しいけどねなんだかんだ。だからさここのリスナーって古い人多いんだよ、いついてくれる人が多いから。そうもう何年見てるとか3年4年とかザラだからね。ニコ生時代からずっと追っかけてくれてる人とかもいるから。そう古い人は古いかんね。だそういう人はねやっぱ大事にしたいんだよね。粛清でだいぶ減ったんじゃないの。いや全然減ってない。
新規の人はあんまりどうだろう、新規の人っていうかね、ある程度知名度あるから、ぶっちゃけた話さ、配信好きって言って配信1年以上見てて俺の名前とかを知らない人っていないと思うよ。正直変な言い方だけど知名度はあると思うんだよね、だからなんて言うんだろう、新規でファンになる人ってね結構少ないんだよ。もう固定の層でねとどまってるから、だからキャラ変するには遅すぎるんだよな、もう長くやっちゃってるから。例えばさ、あの浅野先生とか、あの花火が上がらない浅野先生だと思ったらわかるでしょ。浅野先生ってさ、もう固定の客で回してるじゃん。うん、あ、そうなんだ。新規の人もいるんだ。ふわっちは新規獲得結構成功してると思うよ。あの全然いると思うよ。ただやっぱりそのなんだろう、パルパルとかがうまくやってるんじゃないかな、その辺は。パルすげえ面白いなっていうか、俺別にパルの放送見ないけど、あいつはうまいなと思うもんね。ジュース買ってきてもいいですか、ちょっと飲み物なくなっちゃったんで。ジュース買ってきてもいい、ジュース買ってきてもいいですか、もう一本ジュース飲んだら軽く仮眠しようかな。軽く仮眠、飲み物買ってこようかな。買うな。なんで？飲み物一本買ってくるわ。不眠症だから不眠症。5分ぐらい待ってて、行ってくるわ。
まい。もう20分ぐらいしたら寝ます。僕は会とかや、最近なんかオフ会って開かれなくなってるよね。なんかさ、ブームがあってさ、ね、最近オフ会やる配信者減ったよね。軍曹がふわっちで配信やらなくなったね。なんでなの？ツイキャスの方が稼げるからでしょ。だってツイキャスだと閲覧1000人とか行くし、今だって2、300万稼いでんじゃないの、ツイキャスで。ね、ほら、時間はね、24時間有限なわけじゃん。で、閲覧ね、300から500で100万稼げるふわっちと1000人集まって300万とか200万300万って倍以上稼げるツイキャスどっちやるのっつったら、普通にツイキャス選ぶんじゃないかな、普通だったら。だからまあ向こうの方が合ってたんじゃないの、軍曹にとって。たまにねここでコメント書いてくれるけどね、軍曹は。そんなに稼いでないのかな。どうなんだろう、稼いでんじゃないの。地方とか回ってるとステッカー買ってくれたりとか、裏で支援してくれる人とかいっぱいいるから、多分2、300万稼いでると思うよ、裏金も含めたら。わかんないけど余裕でしょう多分。ねえ、すごいよね。だってさ、日本の上位 1% の平均年収って知ってる？みんな。日本人の上位 1% の平均年収。実はね、日本ってね、先進国の中では格差がものすごく少ない国で、 1% って1500万なんだよ、収入。あの資産は別だけど、収入でいうとそんなにね格差はない。あの低所得者がすごい増えてる問題はあるんだけど、実はねトップの層はねそんなに稼いでないんだよ。ってことは年収1300万以上稼いでるってこと、あ、年収っていうか 年収か、年収1300万以上稼いでるってことは、100人に1人のなんつうんだろう、稼げる才能を持ってる人なんだよね。で、今ちょうど128人リスナーがいるから、この128人のリスナーの中に1人ぐらいは年収1300万ぐらいの人がいるはずなんだよ。だ、月収100万ぐらいの人。だからすごいよね、20代でさ、そのトップね 1% に食い込んでる収入を持ってるっていうのは、まあ才能だよね、えぐいよね。でも配信者のさ面白いところってさ、まあ、テルチャンピンとかもそうなんだけどさ、あの計画性が全くなくてさ、なんだろう、稼いだお金全部溶かすっていうのが面白くない？なんかみんなそのギャンブルかキャ
キャバクラか風俗か、まあほぼギャンブルだろうけど、みんな使い込むんだよね、服とかに金かけたり。なんか最近ね、なんか思うのが、あのコラボ企画みたいなのあるじゃん。コラボ企画みたいなの行くと、大型のなんか20人30人集まるコラボとかに呼ばれると、みんなね服がねおしゃれなんだよね。まあほら、俺で言ったらさ、昔ユニクロのね4000円のジーパンとかさ、1000円で買ったレギンスとか履いてたのが、リーバイスか履いたりとか、ヨッサンとかもエビスとかさ、なんか刺繍が入ったジーンズとか履いてるんだよ。なんか10万円する服とか着てたりとか、女の子が。だからなんかあれってなんか汚ねえボロボロの T シャツと服着てリュックサック背負ってるのが配信者じゃなかったのっていう、みんな服買うよね、金遣い荒いんだろうね。青山収入減ったの、どうなんだろう。今の家引っ越すってことはやっぱ収入が維持できなくなったんじゃないの。家賃高いから安いところに引っ越すっていうことだと思うけど、なんか最近青山が稼いでるっていうイメージないけどな、噂聞かなくなったよね。わかんない、裏引きしてんのかどうなのかとか知らないし、なんか歌うま選手権の後からすげえなんか調子悪いイメージあるね。やっちょは、なんだろう、服、毎日3回買えるって言ってたね。あの、同じ服を見せたくないって言ってた。だから、頻繁に着替えるし、服をもうバンバン買うっていう。なんか、やっちょ本人から聞いたんだけど、あの、リスナーは、俺がいろんな服を着るのが楽しいから、って、プロ意識でやってるんだよね。で、一回着た服は捨てるらしいよ、新八丁は。一回着た服は捨てるって。それがおしゃれなのかっていうのは俺は分かんないけど、まあでも、それくらいの意識で配信に取り組んでるっていうのは、ある意味まあプロなんじゃないの。自分の役割っていうか、ファン心理はよく理解してるよね。俺なんか毎回同じ服だからね、服持ってないんですねって言われるもんね。もう本当に持ってないんだけど、洗濯機いらないよ。新八丁は服だけでいくらかけてんだろう、すごいよね。まあでもある意味そこまで考えてるんだとプロ意識なんだなって思うけどな、すげえなみたいな。副代だけでいくらかかるんだろうな。まあでもあんまりなんか憧れたりはしないけどね、服をそんな頻繁に変えたいとかいう欲求はないから。でもまあそれで人気があるってことはさ、結果が出てるってことは、なんだろう、理由があるんでしょ。理由が、哲学の域だよね。哲学の領域ですよ。
みんなはさ、例えばなんだけど、ポンって100万手に入ったら何に使う？みんなだったら。ポンって100万渡されたら何に使う？アイラだろうね。圧倒的にアイラだろうね。もうふわっち来てから3億ぐらい稼いでんじゃないの。リスナーが投げた金は6億ぐらいになると思うよ。まあぶっちぎりでアイラでしょ。1年間で1億稼いでるからね。アイラは次元が違うよ。何がどうなってそうなってるのか全然わかんないもんね。なんかアクセサリーとかも何十万するとか言ってたもんね。シルバーアクセサリーで天才だよね、本当に。もうそこまでいくと年収1億とかはもうなんだろう、よくわからないよね。なんかガクトとかと同じジャンルだと思ってるから俺。アイラとガクトは同じジャンルでしょ。そう思わない？何にも変わらないよ。まあでも長くは続かないんだろうな、全てが。いいことも悪いことも長くは続かないよね。今が重要なのは、今がいい状態なのか悪い状態なのかを把握できないっていうところが怖いんだよ。いいことも悪いことも長くは続かない。で、今が悪い状態ならいいんだけど、今が仮に最悪なのは実はいい状態で、そこに気づいてなくてどんどん悪くなっていくパターンって怖くない？あれって、俺今の現状は悪いと思ってたらいい状態だったんだと思ったら最悪だからね。笑っちゃうよ。まあ神様は意地悪だから、なかなか思うようには物事を進めてくれないですよ。俺年収200万以下だよ。年収200万以下だからあれなんだよ。閲覧があるから稼げてると思われてるんだよ。ないよ。年収200万以下ですよ、僕は。1000万なんか稼いだことないよ。どうやったら稼げんのよ。捨て頃の前がいいか捨て頃の後がいいのかどっちですか？あのね、捨て頃関係ない、結論から言うと。捨て頃の後と捨て頃の前も変わらない。これみんな言う。唯一捨て頃で恩恵があったっていうか、ブレイクしたのは多分ドレさんだけだね。
捨て頃の後閲覧が伸びて収入も増えて、要は大手になったっていうのかな、名を馳せた人ってどれさんぐらいじゃないのかな。捨て頃バブルなんてものはね、存在しないっすよ、ぶっちゃけな話をすると。ただ俺はじゃあなんで捨て頃出んのとかいうのは、なんか定期的にああいうでっかいイベントに参加することってすごい大事なことだと思ってて、やっぱり頑張らないといけないっていうか、やっぱ頑張ったらさ、頑張ってる人好きじゃん、どんな人も。やっぱその頑張りを見てくれてる人はいるから、そういう人をね、そういう人を裏切らないためにも、そういう、なんだろう、一見無駄に見えることをやらないといけないんじゃないかと僕は思ってますよ。そういう積み重ねで今があると思ってるんで、やっぱりその呼ばれなくなったら終わりだからね。そうそう、本当に呼ばれなくなったら終わりだと思ってる。閲覧がなくても一人の塾長がいれば稼げますね。そうだね、うん、だってね、一人たった一年だけ、一回だけ、月一回だけ一枠で100万投げる人が現れたらもう終わりだからね、うん、一回ね、俺ね、スタップ君っていうね、爆投げ花火師がね、一回俺に投げてくれたことが一回だけあったの一回だけ。俺その時スタップ君のことを何にも知らなくて、二度と君のアホ野郎って言って怒鳴り散らしちゃったんだよね。笑うっしょ。もう6年間待ってたチャンスを自ら棒に振ったっていう。二度と来んなバカ野郎って怒鳴ったんだよね俺。もう多分ね、爆投げ師さんが俺の枠に来ることはないんじゃないかと思ってるよ。あれはねびっくりした。ワドーって、なんかそのスタップ君っていうのに暴言吐いた3日後か2日後か忘れたけど、ところでさワドーって、なんであんな爆投げの花火師にあんな暴言吐いたのってリスナーに普通に聞かれて、え、何の話っつって、ワドー知らないのって、いや何も知らないって。スタップ君って超有名な塾長並みに投げるよっさんのよっさんのこと支えてる超有名な爆投げ花火師だよって言われて、えって言って、マジでって言って、え、わざとやってるのかと思ったけど本当に知らなかったのって言われて、いや本当に知らなかったっつって、あ、そうなんだ、バカだねって言われて、バカだよね。もったいないよね本当に。その時ね、俺はね思った、リスナーをディスるのはやめようと思ったね。どんなに気に入らなくても、どんなに不愉快でも、リスナーさんにもう暴言を吐くのはやめようってね、心の底から思った。リスナーさんに暴言を吐いていいことなんか一つもない。どんなにひどく言われようとも、どんだけ叩かれようとも、もうそこはずっと歯を食いしばって耐えるっていうことを覚えないと、俺はこの先の未来はないと思ったね。花火師だけじゃなくて普通のリスナーさんに対してもやめようと思った。アンチにすら暴言を吐くのはやめようって思ったね、その時は。なんでかっていうと、花火師とかアンチとか囲いとか男とか女とか分かんないんだよ俺。
だからもう誰が見てるか分かんないわけだから、もうそもそもリスナーさんに対して暴言を吐くっていうのはもうやめた方がいいなと思って。要は誰が花火師になるかも分かんないし、誰が囲ってくれるかも分かんないから、もう全員が花火師だと思って対応しないとやっぱりダメだなと思ったね。選べる能力がないっていうか、だったら全員に対してそのもう受け入れるっていうか、その暴言も受け入れるしアンチコメントも受け入れていかないと、まあ、ダメなんじゃないかなっていう、まあそういう感覚かな。だから誰々はどういう対応をするとかね、要はね選ぶことはできないよ配信者は。だからもう全部受け入れるしかないんだよね、全部を。いいことも悪いこともいいところだけ受け入れようとするとやっぱ歪みが出るから、もうねなんか自分の運命みたいなものを受け入れないとダメなんだと思う。多分素直に評価っていうのかな、それがたとえ理不尽な評価だとしても、もう自分に対する正当な評価なんだっていうのを受け入れていかないといけないんだよね。うん、難しいよ。ああそっか、あれか、ドレさんが沖縄行くのか、来月。楽しみだね、ドレさんの旅配信。なんか金梅さんと慎吾さんとかいろんな人と行くらしいよね。いいな沖縄、楽園だからな。俺もな写真撮りたいな地方に行って。お父さん全然仲いいよ、うん、結構最近もまた電話くれるし、結構ね捨て頃のボクシングのアドバイスとかもしてくれて、トレーニングとかも
こうした方がいいよ、ああした方がいいよって教えてくれてるね。捨て頃近くなったら、1、2ヶ月前になったらまた練習やってくれるって、うん、よっさんの忘年会あたりから別に喧嘩はしてないかな、まあまあ人間関係なんてそんなもんよ、くっついたり離れたり、男と女もそうだし、人間関係そんなもんよ、タイミングだよタイミング、フィーリングタイミング、くっついたり離れたりを繰り返してるだけだよ。みんなもそうでしょ。そういうもんですよ。合う合わないは誰にでもあるからね。いや僕ミュウツーさんに対しては何もないですよ。ギオンさんいらっしゃい、初見さん、僕絡みが全然ないんで、何もないですね。
配信者さん同士っても揉め事とかネタなのか見ていてわからない時があります。うん、配信者同士かネタ揉め事ネタどうなんですかね。どうなんだろうネタ。どうなんだろう、あんまり考えてないと思いますよ。なんか見てる方がこれ本当なの嘘なのとかいうそういう感覚っていうのは分かるんですけど、やってる方はそんなに考えてないと思うけどな。普通にやってるだけだと思うけど、普通に思ったこと言ってるだけなんじゃないのかな。好きとか嫌いとかムカつくとか、なんか結構そういう人ばっかりだけどな、あんまり考えてないんじゃないの。まあ見ててね、嘘だろうっていうことはねいっぱい起こるからね、そう言いたくなる気持ちはわからないでもないかな。ありがとう花火、ありがとう匿名さん、サンキューです、ありがとうございます。ありがとう、頑張ります、ありがとうございます。なんかまあ配信者もさ普通の人間だよ、まあね、まあ人数集める人は頭おかしい人ばっかりだから、なんかだからまあ人が集まるわけだし、まともな人とかね社会的な人ほどやっぱ閲覧集まりづらいから、閲覧が集まらないっていうことはいいことなんだよ本来。まともなんだよ。なんかさ社会に居場所がなくなるような性格の悪い人ほど性格に異常があるっていうか社会不適合者ほど閲覧が集まる気がするな。理解できない行動を取るっていうか怒りっぽかったりとか、なんだろう、すぐ泣いたりとか、破天荒な行動をするとか、わかんないよね。意外とさ、なんだろう、配信者同士さ、つながってるに違いないっていう風にみんなは考えるかもしれないんだけど、意外と絡みのない人とかもいっぱいいるもんね。なんかコラボしたこともなければ。会ったこともない人とか結構いて、あ、全然いいですよ、質問全然いいですよ。
なんか人間関係だから仲のいい人と仲の悪い人全然いるし、普通だよ普通。加藤さんは配信するときとかマイクとか使っているんでしょうか？使ってますね。今は携帯電話なんですけど、普段はソニーのねピンマイクを使ってますね。ソニーのピンマイクは結構コスパが良くて、いくらで売ってたかな、あのピンマイク3000円しないぐらいで買ったんすけど、今2本目を使っていて、でそれをオーディオインターフェースって言って、配信用のねステレオミキサーがあって、でそこにつないで配信やってますね。家でパソコンで配信するときはね、オーディオインターフェースプラス、マイクで配信をしてますね。で本当はね、マイクはねオーディックスっていうメーカーの MO3 っていうマイクが僕の声質に合ってて、でそのマイクをね使うのが個人的には好きなんですけど、ダイナミックマイクって言って、ただまあスタンド立てたりとか、まあなんだろう、そのマイク自体にいくらぐらいだろう、オーディックスの MO3 はね3万円ぐらいすん、3万もしないか、1万円しないぐらいか、1万円前後で買えるんだけど、まあスタンドとかいろいろもろもろ合わせたらまあね1、2万かかっちゃうから、まあ今のマイクでいいやと思ってて、配信する側興味ありますが、マイクとかウェブカメラとか必要なのかわからなくて、スマートフォンでも配信できるんでスマートフォンでいいと思いますよ。今若い人みんなスマートフォンで普通に配信やってるんで、昔ねニコニコ生放送の時代とかはパソコンとマイクとステレオミキサーとウェブカメラとね一式揃えたら30万から50万ぐらいかかったんだけど、今ねスマートフォンさえあれば配信できる時代なんで、ツイキャスとかフワッチはスマホで配信してる人多いですよ。ね、まあ機材間違いないのは何だろうな、パソコン配信、高画質配信って呼ばれてるものをやりたいんだったら、まず、そこそこのスペックのパソコンを買って、中古でも全然大丈夫なんで、まあ Windows のパソコンを買って、で OBS っていうソフトか、もしくは、なんだろう、なんだっけ、X スプリットっていうソフトを買って、で、覚えること結構ありますよ、配信やるのは。だからスマホでね、ポチッとボタンを押したら配信できるっていうのが、多分一番楽だとは思うんだけど。スマホで配信するのがいいんじゃないですかね。MacBook でも配信できますけどね。普通に配信する場合は MacBook で
いいんだけど、要はね、ツール配信って言って、画質を上げたりとか音質を良くする配信をやる場合っていうのは、OBS と、何だったかな、サンドフラワーっていうソフトと、もう一つなんだっけな、要はね、ソフトウェアをね、3つ4つダウンロードして立ち上げないといけなくて、要は Windows だと無料ソフト1個で配信できるのが、その機能が足りなくてね、バラバラのソフトをダウンロードしてそれぞれの使い方を覚えてでやるからね、ハードルが高いっていう感じかな。例えばその、キャプチャーっていうんだけど、パソコンとかゲームとか YouTube の画面を表示させたいってなったら、そのキャプチャーするソフトを入れないといけなくて、それがなんていうソフトだったかちょっと忘れちゃったんだけど、最近 Mac で配信やってないから。要は映像を作るソフト と、音を作るソフト、要はマイクの音と BGM をミックスするソフトと、あとはその配信をするソフトとっていう、いろんなものをダウンロードして、で3つ4つソフトウェアを立ち上げて配信しないといけないから、ちょっと Mac はハードル高いっすね。とてもじゃないけどね、なんだろう、例えば、ありがとう、ハートありがとうございます。例えばなんだけど、ビットレートとか、要は回線の速度、家の回線の上りと下りがいくつ出て、でアスペクト比、要はフル HD 画質、 HD 画質、 SD 画質、 DVD の規格の画質っていうアスペクト比っていうのも覚えて、でそのアスペクト比に対してフレームレート数って言って、コマ数だよね、要は24コマだと映画の規格で30フレームなのか24フレームなのか15フレームなのか20フレームなのか、でその、作った映像に対して回線速度、ビットレートだよね、ビットレートをどれくらい乗せるのかとか、そういう細かい設定がいっぱいあるんですよ。だからマイクを買ったらいい音が出るわけじゃなくて、なんかその辺すごい難しいですよ。ウィキペディアで OBS 配信とか OBS ふわっちとかで検索すると、なんか情報サイトがブワーって出てくるんですよ。それを読んで、それをやる勇気があればやったらいいと思う。ある程度そのネットに詳しくて書いてある内容が理解できる自信があるっていうんだったら、多分マイク買ってオーディオインターフェース組んでやった方がいいけど、多分ね、普段パソコンに触り慣れてない人がマイク買ったらいい音が出ると思ったら多分つまずくと思うね。例えばステレオミキサーとかオーディオインターフェースっていう言葉も普通の人って理解できないじゃないですか。例えばマイクを買ってパソコンに挿してもなんでいい音が出ないかっていうと、パソコンの中って要は電気信号がいっぱい回ってるわけなんですよ。でオーディオインターフェースって何なのかっていうと、音を作る機械なんですよ、簡単に言うと。でマイクっていうのは音を拾う機械で、オーディオインターフェースで音を認識するっていうのかな、音を作るんだけど、映像を司ったりとかCPU とかいろんなその中で電子信号バーって動いてるわけじゃないですか。だから
音にノイズが乗るんですよ、パソコン内で音を作ると。だから外部って言ってその USB で挿して音を作る専用の機械をつけて、で綺麗に音を整えて、でパソコンの中でその音をミックスしてちゃんと配信に乗るように整えて、で配信をアウトプットしてとか、そう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 、だからそういうなんだろう、オタクの人だったらそれができるんだけど、でも普通の人はさ、いいマイク買ってパソコンに挿したらいいって言うけど、刺さらないんだよね、そもそも USB しか、うん、でも USB マイク買っても音はノイズが入っちゃうから、だからダメなんだよね。配信中の BGM は配信しながら隣でラジカセ流してる感じなんでしょうか。ですね、パソコンで YouTube を再生させるんですよ。そうすると普通の場合はパソコンの内蔵スピーカーって言われてるもの、 YouTube で再生したものをパソコンのスピーカーに流すわけですよ。だけど僕らがやってるのは YouTube で再生される音をオーディオインターフェースっていうところにまずアウトプットさせるんですよ。でオーディオインターフェースに一回流れた音をこうつまみを調整して、自分が喋ってる声と YouTube とかそのなんだろう、プレイヤーで流れてる音を調整するんですね。ボリュームの上げ下げをして、でそれをアウトプットして、さらにそのアウトプットした音を自分が聞けるようにするためにヘッドホンをつけて、ヘッドホンで聞いてる音とリスナーさんが聞いてる音が一緒になるようにしてるんですよ。だからあのラジカセで流してるっていうのはどういうことかっていうと、部屋の中にまあマイクがあるでしょ。だからそのデジタル信号でまず出るのね。でもラジカセを流し、ラジカセで流しちゃうと部屋のどこの距離に置くのか、どのボリュームで流れてるのか、さらに音が劣化するんですよ。あのなんだろう、部屋の空気とか雑音とかノイズが、空気にも雑音があるので、部屋の中にもたくさん雑音があるので、だからあのなんだろう、ボワッとするというかノイズが走るっていうか、だから僕の場合はオーディオインターフェースっていう音を作る機械で全部を整えてリスナーさんに届けてますね。うん、だからあのラジカセで流してるわけではないです。でさらにもっと言うなら、コンプレッサーとかその音も深くて、あのマイクを挿してボリュームしか分かんないじゃないですか、普通の人って。ボリュームを上げる下げるって、で音ってゲインっていうのがあって、ゲインっていうのは入力、要は音をどれくらい拾うのか、で拾った音に対してボリュームも上げるっていう概念なんですね。でその拾った音の入力に対して間にノイズゲートを入れたりとか、コンプレッサーって言って音を圧縮して、ある程度の周波数、上の周波数帯と下の周波数帯をカットなくて圧縮するのをコンプレッサーで、ノイズゲートの方は上の周波数帯と下の周波数帯どれくらい切るのかっていう話かな、とかいろんなその例えばエコーをかけたり、みんなが言うとこエコーっていうのはあのリバーブっていうんですけど、リバーブとかディレイとかそういうエフェクトをかけていったりとか、あとなんだろう、もう単純になんだろう、あれはなんて言ったかな、なんだっけ、
周波数帯の出力を入力を上げたりするのなんて言うんだっけな、エンハンサーじゃなくてフランジャーとか渋すぎる、声にフランジャーかける人なんかいないでしょ、なんて言ったっけな、なんだっけ、イコライザーだ、イコライザーって言って、イコライジングって言って、その音の中でどの周波数帯を上げて整えるとか、もうキリがないっすよ、はっきり言って、でこれがまた面白いのが、いくら高い機材を買っても、いくらいい音を作っても、結局スマホで再生されるからいい音にならないんですよ。聞くのは結局スマートフォンでみんなは見るわけだから、どれだけ追い込んで作ってもスマートフォンの性能以上の音は出ません。これがね、悲しい現実ですよ。あのふわっちのサーバー内で圧縮をしてるんで、結局ここね、本当にいい画質とかね、本当にいい音質っていうのはみんなのところには届かないですね。あの YouTube とかだとさ、 4K 動画とか再生できたりとかするけど、あの YouTube はとんでもなく画質がいいの。今度ね、 4K の動画を俺の YouTube に投稿してみようかな。めちゃくちゃ綺麗だよ。あの感動するよ。もう明らかにね、情報量が違うの。一個の映像でも綺麗すぎて笑うぐらいだ。何これみたいな、音も抜群にいいの。でもその 4K とかが出力できる YouTube ですら、あのプロの現場で扱ってる映像とかのレベルからすると圧縮がされてるのね。だから一番いいのはカメラで撮って編集を行った元のデータ、それをエンコーディングっていう作業をして YouTube にアップロードした瞬間に劣化するの。みんなが再生するときに劣化するっていう、もうどん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 劣化するって思ってください、はい、で生放送っていうのはリアルタイムでこうやってやり取りするツールなんで、あんまりいい画質ではないですね。いい画質でもいい音質でもないんで、コンデンサーマイクとか使うレベルの話ではないですね。コンデンサーマイクが何なのかっていうのを分かって使ってる人っていうのは多分ね、配信会でいないと思う。よっぽど機材に詳しい人じゃないと。大手配信者でたまにあのコンプレッサーマイク、あのコンプレッサーマイクじゃない、コンデンサーマイクっていうのを使ってる人がいるけど、多分ね、使いこなしてる人はほとんどいないと思う。多分コンデンサーマイクが何なのかをよく分かってないと思う、そもそも。どんなにいい映像でもやっぱこっちはあのモニターがクソタレだったらどんまい。そうそうそう、そういうこと。簡単に言うと、イメージ難しい。簡単に言うと、分かんなかったらスマホでやれって話ですね。もう一言で結論から言うと、スマホでやる。でスマホでできないことができたら、パソコン配信にゆっくり変えていく。自分のお金とかの都合もあるから、持ってるパソコンに、じゃあ画質を良くしたいからカメラを買ってみる、マイクを買ってみる。で俺も最初そうだったから、ネット全然詳しくなくて、あのリスナーさんに教えてもらって勉強していって、多分今配信会で一番詳しいレベルになってると思うの、映像と音のことは。でもあのゆっくりゆっくり自分のレベルに合わせて揃えていった方がいい。で今正直ね、多分ね、まあリスナーさんから買ってもらったも
総額機材含めたら50万60万ぐらいになってるんだけど、もうこれ以上お金かけてもしょうがないなとは思ってるね。例えばその1万円のマイクも10万円のマイクも2000円のマイクもそんなに変わらないっていうことが分かってるから、だったら2000円のマイクを最高の状態で使えるような技術を手に入れてるから、 YouTube とかで配信するんだったらそれこそマイク、いいマイク使ったらさらに音良くなるんだけど、最初はね、もうスマホで手軽にやるのがいいっすよ。スマートフォンの配信にはすごくいいところもあって、フットワークが軽いし、動き回れる、歩いて配信ができる、外でも手軽にできるっていう、その、いや、パソコン一式担いで持っていくみたいな、ね、ことは不可能なわけじゃないですか。でもスマートフォン1個あったら、日本中回れるし、外の景色も映せるし、顔映したいときは顔映せるし、今僕がやってるみたいに画像を映したかったら画像を映せるんで、誰でも簡単に分かりやすくできるんで、こっからやるのが一番いいと思いますね。でその上でやってみた上で、なんだろう、こう次のことにトライするっていうのがいいと思うよ。それでまた分かんなくなったら、僕が知ってることは全部シェアしますんで、多分その時に自分で検索もするだろうし、音について調べていったらマイクの機種っていうのがいっぱいあって、例えばダイナミックマイクとコンデンサーマイクっていうのがどう違うのかっていうのが分かって、値段はどう違うのか、どういうメーカーがあるのか、例えばそのコンデンサーマイクが意味ない、じゃあダイナミックマイクを使おう、ダイナミックマイクとは何なのか、でダイナミックマイクに種類がどれくらいあるのかで、例えば一番テレビ業界とか音楽シーンで一番使われてる一番有名なマイク、シュアーのゴッパチとか定番のマイク使おうとか、でもシュアーのゴッパチだと自分の声質に合わない、高音域の抜けが良すぎる、だったらマイルドな中音域の音が出るとかさ、そういう面白い会話ができるじゃん。そうまずはやってみることが一番大事だと思う。そう機材が良くなったところで配信の中身が良くなるわけじゃないんだよ。これは写真とかと一緒で、高い機材買ったらいい写真撮れるのかって言ったらそんなことなくて、いい写真を撮るカメラマンって iPhone でも綺麗に撮るんだよね。かっこいい写真撮るんだよ。大事なのは中身っすよね。ハートありがとう。大事なのは何を伝えたいかとか、どんなコミュニケーションをしたいかとか、どういうやり取りをしたいかっていうところがやっぱり一番大事なところなんだよ。配信の面白いところは、ぶっちゃけた話ね、面白かったらね、別に映像もいらないし、声だけでやっても面白い人は面白いし、映像だけでも面白い人は面白いし、逆に機材を、高い機材いっぱい持ってるのに全く面白い配信、面白くなくて人気がない人もいるし、要は自分が何をやりたいかっすよね。自分がどんな表現をしたいかによって自分が求めてる道具っていうのも変わってくるだろうし、そういうことだと思いますよ。まあ
多分質問してくれたリスナーさんが調べるのは調べた方がいいのはふわっちスペース OBS とかふわっちスペース OBS で出てくるのが OBS って言って外部配信ツール要はパソコン配信のやり方がブワーって書いてあるんですよ。その時にものすごい情報量が出てくるんですよ。それを全部頭の中で理解しない限り多分そのパソコンで配信する意味は全くない。スマートフォンで配信した方が綺麗な画像が出る、タイムラグもないっていう、そんな感じですね。要はそれくらいスマホが優秀だってことなんですけど、スマートフォンはすごいっすよ。これスマートフォンって名前がついてるけど、これ小さいパソコンですからね。すごいハイスペックな小さいパソコンだと思った方がいい。アプリケーションと呼ばれてるものはパソコンが分かんない人でも簡単に使えるっていうことを意図して作られてるんだよ。もしね、なんだろう、その上でもっとやりたいことがあるっていうんだったら、僕がこれ買った方がいい、あれ買った方がいいっていうのは言えますよ。いえ、とんでもないです。まあね、俺もね最初分かんなかったもん。今でもね詳しいリスナーさんに教えてもらってる。俺も今でも分かんないね。特にその映像とかってさ、みんなさ 4K っていうのは知ってるじゃん。 4K カメラとか 4K 動画っていうのがものすごく綺麗だっていうことを分かってるじゃん。で、4K のカメラを買ったら 4K 配信ができると思ってる人っているの。たまにリスナーさんで 4K のカメラ買って配信で 4K やってくださいとか言うんだけど、ふわっちでそれはね無理なの。簡単に言うと、今俺が普段家でパソコンで高画質配信でやってるんだけど、実はね DVD ぐらいの画質なんだよ。 DVD 以下かな。みんなが映画とかで見る DVD よりも少し低いか DVD と同じぐらいかな。で、4K 動画って DVD のどれくらいだろうな、8倍ぐらい綺麗なのか、8倍引き伸ばしても綺麗なのが 4K とかなのよ。で 4K のカメラを買っても結局そのまず接続ができないから、なんだ、 4K 動画を HDMI 端子で何を間にかますんだっけな、コンバーターだったっけな、コンバーターだかなんだかをかまして、で、モニタリングする形にして、それをキャプチャーして、
でそれを劣化させてダウンエンコーディングして出力するっていう、もう何言ってるか分かんないような作業をやるんですよ。だから結論から言うと 4K 動画の40万するカメラを買って配信するよりも1万円のウェブカメラ買った方がいいっていう、うん、厳密に言うとそれは違うんだけどね。本当は 4K カメラを買ってそのうまくやると本当に素晴らしい画質ではできるんだけど、リスナーさんはそれを求めてないっていうね。そんなことよりも楽しませてくれっていう、喋りの腕を磨いてほしいとか、面白い配信を見せてほしいとかね、そういう需要があるんで、スマホで配信する場合 BGM はパソコンで YouTube 流す感じでしょうか。そうっすね、そうだね、 4K 配信をやろうと思ったらそうだね、多分、100万もいかなくていいと思うけどな、まあ100万はかかるだろうな、多分100万の PC じゃなくてもいけるんじゃない、50万ぐらい、5、60万の PC でいけるだろうけど、結局周辺機器にそれくらいかかるし、で 4K の配信を YouTube で実際リアルタイムでやったところで、多分みんなの家の回線が Wi-Fi とかじゃないから、例えば携帯電話で 4K の動画再生したら分かるんだけど、多分あの通信量がバカ高くて、あのなんだろう、ダウンロードできなくてどんどん送れていくみたいな、プツプツってやつだよね、超綺麗なプツプツ動画を見るみたいな、わけのわかんないことになる。多分5分のトークを聞くのにあの15分かかるみたいな。でちなみにその 4K のカメラを俺は買うんだって言ってやめた方がいいって言ってるのには元ネタがあって、ドレさんがずっと 4K のカメラを買うって言ってんだよ。で俺もう30回ぐらい電話で説明したの、ドレさんって 4K の動画か、あのカメラ買っても意味ないよってずっと言ってるんだけど、ドレさんは未だにね意味がわからないらしい。かわいいでしょ。いやワド、便所太郎の画質を超えるには 4K しかないって俺に言うんだよね。かわいいよねドレさん。いやドレさんって 4K の、あのカメラ買っても意味ないよって。いやーすごいよね、面白いよね。むしろドレさんの放送ってなんだろう、ラジオ的だから、むしろ画像がいらないぐらいなんだけどね。そう、いや、やっぱ便所さんのあの一眼レフ配信にやっぱりちょっと俺も負けてらんないっていうのあるんじゃない。すごい可愛いチャーミングなところだけどね、なんだろうな、可愛い女の子とか本当にビジュアルがいい女の子とか 4K でやる価値はあると思ってるけど、 4K はやっぱ動画向きなんだよね、4K ってとんでもない、なんだろう、テレビですらねまだ実装してないような企画だから、なんだろう、本当はねあれね業者用なんだよね。だってその映像業界のプロの現場でもあの 4K で納品とか聞いたことなくて、
まあフル HD か、フル HD だろうな。1980の1980のフル HD は1980の1280か、合ってるかな。HD が1280の720だから1920か、1920のどれくらいだろう。これはね、プロのカメラマンさんに撮っていただいたやつですね。僕が撮った写真ではないですね。むしろこの写真をきっかけに僕はあのソニーの α7 買おうと思ったんですよ。あの一眼レフでプロのカメラマンにとってカメラすげえと思って。あ、そうだ、ありがとうしとるね。1920の1080かフル HD っていう企画ね。どれは PC をクリーンインストールした後業者にふわっとこのアプリ落としてもらったレベルだからな。違うよ、PC クリーンインストールした後業者にふわっちとかのアプリを落としてもらったんじゃないよ。俺に電話かかってきて俺が全部やってあげたんだよ。ふざけんなよ、業者って言ってんの。俺ドレさんがなんかパソコンの設定全部ぐちゃぐちゃにしちゃって、であの再インストールして全部のアプリ消えたって電話かかってきて、俺が全部 1,2 時間でずっと作業やったんだけど、誰が業者だよ本当に。普通に言えばいいのに。だからあのどれの深夜食堂とかさ、あのなんだろう、シネサイズにしてるじゃん、上に黒い縁入れてんのも全部俺なんだけど、だからあの和道クオリティだから、あの右上とか左下にどれの深夜食堂ってあれが俺が設定したんだけど、ね、サポートがやってくれたって言ってたの。うん、いや俺めちゃめちゃ2時間ぐらいかけてやったよ。なんだろうね、もう普通にワドにやってもらったでいいんじゃないのか。なんかあれじゃないの、俺と絡んでると花火飛ばないとかそういう理由があるんじゃないの。なんか知らんけど、サポートがフワッチのアプリとかさ OBS とかダウンロードするわけねえじゃん。何のメーカーのサポートだよ。うん、うん、いやいや俺がやったよ全部。なんだろうね、俺と絡んでるアピはしたくないんだろうね。ひでえ話だな。まあなんか大人の事情があるんじゃないの。俺はそういうなんかめんどくさいの分かんないけど、まあ繊細な人だからね。あれが欲しいんだよな、なんだっけ、あのなんだっけ、あのなんだっけ、マウントディスプレイっていうの、あの
サングラスみたいなさ、エヴァンゲリオンの言動とかキール議長がつけてるさ、あのヘッドギアみたいなディスプレイ、メガネみたいにガチャってつけるとディスプレイになるやつ、あれっていくらぐらいで売ってんだろう。あれで配信やったら面白そうだよな。要はあれってモニターアウトをメガネをかけてる状態にするんでしょ。あれってどうなんだろうな。まあでも結局充電があったりとか配線だらけになってあんま良くないんだろうな、普及してないってことは。あれなんて言うんだっけ、マウントディスプレイでいいのかな。ゲームとかであるじゃん、なんて言うんだっけ、ソニーとかで流行ってるよね。そうそう、そういうのを目指したのは Google グラスなんだけどね。でも結局操作性だよね。あの Google グラスはね、一応ウェアラブル端末、要はあれ自体がスマートフォンに変わる何かじゃないといけなくて、要はね操作性が悪いんだよ、うん、操作性があんまり良くない。音声入力でどうにかしようとしてたからね。脳波を読み取れるぐらいじゃないと多分無理だろうな、あの技術は。スマホと連動しててもあんまり意味ないしな。要は Google がやろうとしたことは早すぎたんだよね。だからあのビッグデータでさ、 Amazon エコーとかさ、 Google なんとかとかさ、音声でさ、なんか家電を認識させる機械をさ格安でばらまいてるのはそういう理由なんだよ。もう Google グラスみたいなものが流行るっていうのは分かってるんだけど、どうやって動かすのかっていうのがテーマで、要は音声のね、今ビッグデータをかき集めてんの、 Amazon とか Google とか Apple が。だからね、 Siri を使えとか、あのなんか音声で検索ができるのを使え使え使えって、 Google エコーを使えとか Amazon エコーを使えとかやってんので、音を完璧に拾えて認識できるようにするビッグデータが集まったら、やっとあのなんつうの、スマホがいらなくてメガネをかけるだけでそのネットが操作できるっていうのになる。だから Google はねちょっと早すぎた。そう、音声で動かすか脳波で動かすか、もう二択。要はこめかみの筋肉とかで動かすっていうのは無理、複雑すぎる操作が。でもさ、俺天才だから思うんだけど、あのグラスをかけるじゃん、であの手の動きを認識するカメラをつければいいのにと思うんだよね。要は指をさ目の前に掲げて右を押したらキーボードが現れるとか、左を押したらどうするとか、手のジェスチャーに合わせてその
デバイスをコントロールするっていう技術の方が俺は早いと思うんだけどね。なんかなんだろう、視線感知だとね、事故るんだよ。転んだり怪我したりする。要は目を動かして歩きながらとか目を動かしたりすると視野がずれるでしょ。結局レイヤーを貼る意味がなくなるんだよ。視覚情報にレイヤーを貼る意味がなくなるから、上向いたり下向いたりしながらさ、画面メガネに表示させても結局意味ないじゃん。運転中とか使えないし、それだと、うん、理想は脳波、うん、AR か、 AR 的なのがグラスかけてる人に見えてそれをジェスチャーする操作。うんとね、っていうかVR か、 AR じゃなくて VR で、 VR に外付けカメラをつけると俺は完璧だと思ってて、それをどう操作するのかっていう今話かな。要は VR っていうのはモニターなんだよ。結局テレビみたいなもんなの。だからそうじゃなくて外カメをつけることによって、その外の画像をそのまんまアウトプットするの。でもそれはパソコンと一緒だからレイヤーを貼ることができる。で、あとは操作性、そのなんて言うんだろうな、どうやってぬるぬる動かすかっていう問題だね。多分スマートフォンができてるわけだから、多分ね、どうやって操作をするのかっていう問題だけだね今は。一番簡単にできるのはスマートフォンと連動をすることなんだけど、スマホでいいじゃんっていう風になっちゃうの。スマートフォンでいいじゃんって、ただそのメガネをかけてるだけじゃんになっちゃうから、だから両手を離してる状態で映像が浮かぶっていうのがミソだからね。まあということで皆さんありがとうございます。僕はちょっと仮眠を取ります。また明日放送するんで見に来てください。お疲れ様でした。おやすみなさい。